はい、どうもコミです。さて本日はボブソンファミリーさんに来ているんですけども、あのボブソンファミリーさんってですね、どこなのかっていうと、つむぎ組さんの、ファミリークランですね。なので本日はタウンホール12、13のアタックを見ていきたいというふうに思ってるんですけども、今ね、フレンドリーワーリーグっていう、まあそういう名前の大会に出てるんですけども、その大会の中から、動画をお届けしていきたいというふうに思います。まあ全部がそうじゃないんだけども、こっちのストーンエイジさんの方かな、これですね。で、今日お話ししたいのはディガフォグなんですけども、これね、今ちょっと改めて見直されている攻め方っていうのがあるんですね。タウンホール12、13が最盛期っていうか、まあ、一番上のタウンホール帯だった頃は割とこれよくやられてたんですけど、まあ今その14が出てきて、ディガーホグライダーが強化されて、まあ、使い勝手は良くなりましたよね。だけど、12、13と同じような付け方はされないんですよね。じゃあ、今そのね、ディガーホグが14勢でこう流行り始めていて、改めて活況を浴び、つつあるディガーホグ、これが12、13に落とし込まれた場合、どんなような使い方になるのかっていうところをね、今日見ていきたいというふうに思います。で、早速ですね、見ていくのは、まず1本目、これですね。なんといってもね、やっぱりこの辺の使い方っていうのが、かなり、12、13では便利です。で、どういう形かっていうと、食い火でね、タウンホールを狙わないパターンですね。食い引いてタウンホールを狙うとなると、今回のケース、まあ、クロスボウ2機プラスグランドウォーデンに、まあ、エアスイーパーっていう風に、まあ、だいぶですね、クイヒーの、まあ、天敵となるような、防衛が多いんですね。だいぶ火力がだから高いわけですよ。なんですけど、この上の投石機の方を見てみると、これね、投石機が俺、かつ援軍もギリギリ処理範囲に入っていて、で、ロイヤルチャンピオンも倒せるっていう、これ、ちゃんとクイヒーが決まればだいぶ美味しいですよね。ここまでかなり順調に来てるというふうに思います。で、さらに、タウンホールに入れちゃうと、これ出口がないんですよ、ここ。壁で詰まっちゃってるじゃないですか、この部分が。なんだけども、上のね、投石の角に入っていくと、ここからこう抜けれるんですね。こういう風にいけちゃうんですよ。で、この壁の隙間っていうのを利用することで、さらに食い火を伸ばしていくっていう考え方。で、バリさん攻めてますね。やっぱバリさん、タウンホール14で相当まあ上手いプレイヤーなので、13でもね、引き出しの中に入っている、こういう、13ならではの戦術っていうのを的確に決めてきますよね。めっちゃうめえなと思うんですけど。で、これね、タウンホールに関しては、ディガホグで落としていきます。トームをかけることによって、爆破ダメージさえ、トームで無効化しちゃえば、そっから先ポイズン効果がないんでね、こんな風に、ディガホグがそのままダメージを受けずに、次の防衛にこう向かっていってくれます。なんで全然ピンピンしてますよね。で、さらにヒールを焚いて回復させていくと。中心部分はアーチャークイーンが殴っていて、これいい位置に壁穴開いてるんで、このままキングの方に向かっていってくれない。これは多分誤算だな。だいぶ、そう。この動きをしてほしかったですね、この動き。で、中心部分はクイーン、外周部分はさらに、投下弊社から出てきたホグライダーが合流して、ディガーともう一歩ですね、ほぼ進めるという感じです。最終ね、これイーグル残すっていうのはなかなかダメージの蓄積的に辛くなるんですけど、それをものともしないこの破壊力ですよね、ディガホグの。っていう感じ。うまいですよね。だから、本来タウンホール14でこれやろうとすると、このタウンホールの部分にトームプラスヒールっていう感じで、もうかなり手厚い保護が必要になるんですね。でも14ではトームさえ使っちゃえば別にそこ乗り、13ではね、トームさえ使ってしまえば乗り切れちゃうんで、これができると。いう点で、タウンホール13のクイヒーディガホグ、14勢がまたディガホグにこう戻り始めたことによって、改めてこのタウンホール帯でも、ディガホグが注目されつつあり、改めてですね、されつつあり、で、使い方っていうのも13ならではの形っていうのがよく見られるようになってきました。これやっぱね、戦術の流行りとかが、やっぱりどうしてもあるので、今までディガホグってそうは言っても、ドラゴン活況の頃は、やっぱりドラゴンの攻めが多かったんですよね。タウンホール13とか12も。なんで配置も比較的こうドラゴン寄りになってきてたところに、やっぱディガホグが今回また新たに復活すると、
あの復活した直後っていうのはめちゃ腐りやすい環境になってるんで、ぜひね、参考にしながら決めていってもらえたらなというふうに思うんですけども、今日はもうですね、あと3本見ていけたらなというふうに思っています。で、次はですね、これですね、13のディガオグもう1本、見ていきます。松尾さんのアタックですね。で、これもね、クイヒーをここに入れていくんですね。投石の深、ここにこういう風に入れていきます。で、入れていったらどうするかっていうと、ここにジャンプを打ってさらに真ん中に向かわせていく、その中央のマルチインフェルノのあたりを全部こう壊すことによって、ディガホグのルートがぐるっと簡単に回せるような形を作るということになってくるんですね。これもうまい。スニークゴブリンで確実に、アーチャークイーンが壁の中に入るようにカットを決めていきながら、タウンホールの横の投石ですね、こいつを狙っていきます。で、このホグライダーはね、こう横打ちされているこのアチャトを壊すために出していたと思うんですけども、ちょっとこれね、大砲とかこっちのアチャトを食らっちゃいましたね。で、どうなんだろう。でもこれ、いやでも松尾さんのパターンだと、これ援軍する用かな。結構火力高いんで、ここで援軍処理するの辛くなる気はするんですけどね。まあロイちゃんとかグランドボデンソンに殴られながらするよりはいいというふうに判断したのかな。ちょっとそこはご本人じゃないと分かんないところがありますけども、いずれにせよ援軍も確実に処理投石を壊して、さらにレイジを重ねてグランドボデンと、ロイヤルチャンピオン、この高火力隊をくぐり抜けていくと。で、ここまで来ちゃうともうね、中心部分の道が見えているようなもんですね。ディガホグを開始していきます。で、ホグライダー若干遅く出すのがね、これコツですね。ディガーを出してワンテンポ置いてからホグライダーっていう風にしていかないと、あのホグの方が圧倒的に先行しちゃうんですね。で、タンクホールもこれ起動させましたけども、ディガーが。このタイミングでこうホグがね、そこについていってくんないと破壊が時間かかっちゃって、タンクホールから受けるダメージが増えちゃったり、または、タウンホールのところでトームを打ったんだけども、トーム中に壊せないとか、まあ、そういう弊害が出てくるので、あのディガーを出して、ディガーがその一番第一層目の防、施設奴隷職かな、この辺を壊し終えてこっちに向かったところでホグを出すぐらいのタイミングで行った方がいいかなというふうに思います。まあ、これは12も13も14もそんな変わんないですね、この点っていうのは。で、さらに10日弊社から出てきたホグライダーが外周ぐるっと回収しておしまいという感じですね。アーチャークイーンはこのジャンプに乗っかって、8時方面までほぼ進めてますね。強いなぁ。マジで強い。やっぱタウンホール13とか12のディガホグ強いですよね。あの、ほんとね、あの14で一時期ドラゴンしか使わないような時期が僕自身あったんで、ディガフグのことを少し忘れてしまっているところはあるんですけども、マジ止まんないですね。形さえ作っちゃえばタウンホールを何せね、ディガーとホグライダーで落とせちゃうっていうのが、もうこの13、12においては、まあディガフグ強い理由の一つですね。これあれだけついでっていう感じがいたしますけども、12のパターンですね。これも見ていきましょう。今回のディガホグは、こっから、アチャクイを進行させていって、まあ、この辺を潰しますね。潰していきながらのホグライダーとディガーをこう回していくという感じですね。終点タウンホールになるんですけども、あの、タウンホール12はなおさらディガホグ実は強くてですね、あの、前回一択で狙うんだったら、先にイーグル砲を潰しちゃうっていう考え方で、イーグル方面からディガホグをスタートするようなプランニングっていうのが、まあよく、刺さったりしますね。そうでない場合には、これ、クイヒをこっちから刺していくっていう、こういう風にね、クイヒを流していくパターンもあったんですけども、そうするとまあイーグルが最後残っちゃうんで、これによってダメージが蓄積するのを避けるためにこっちから行くという形ですね。で、ちょっとね、先ほどの、話で言い忘れたんですけども、ディガホグをやる上で絶対に処理しないといけないのは防衛軍です。あの、12、13の場合はですね。これだけは処理しておいた方がいいかなと。なんかからドラゴンとか、スパーカゴとかね、ソラユニットが出てきちゃうと、ディガホグで処理しきれなくなっちゃったりするんですよね。ちゃんと、ポイズン合わせてとかいう手もあるんですけども、まあ、それよりはアチャクイでクイヒーパートで処理した方が確実性があるんで、まあ、そうすべきかなと個人的には思っています。で、そこさえできれば、あとはプランニングの自由さっていうのは、12、13の場合結構あるかなというところですね。
さあ今回もしっかりアーチャークイーンを壁の中に進めます。こんな感じね、壁の中に入れるのすごく大事で、そうすることによってこの部分のカットはアーチャークイーンに任せていって、で、この広い面から、狭い面にかけてこうね、ディガホグを集結させていきながらタウンホールに持っていくという格好ですね。しっかりディガホグがタウンホールの方についていってくれてるんで、レイジをかけながらここはもう殴り潰していきますね。で、さらにね、このディガーの美味しいところ、タウンホール12においては特にそうなんですけども、タウンホール壊してから地下に潜っていっちゃうので、潜っちゃうと爆破ダメージ食らわないんですよね。これがだいぶ12における、まあ、ディガーの強みかなっていうところですね。13だとその後のポイズンの中に入ってしまって、で、攻撃速度が遅いもんだから、なかなか、そこ突破できずにやられちゃうっていうケースはあるんですけども、12の場合はね、ほんと爆破ダメージだけなんで、どうにかなっちゃうんですよね。いやー、すごい。やっぱり、タウンホール反対からいてもこう取れちゃうのが12の魅力ですね、ディガホグの。プランの自由度がすごい高いんで、まあ今の環境12でディガホグを止めるには、それ専用の対策ちゃんとしないと、きついんかなと、まあいう気はしますね。ナイサです。で、もう一本見ていきたいというふうに思います。ですね、これかな。マリアさん。ネクロマンサー系のアタックがすごい得意な方なんですけども、マリアさんが今回ディガホグしてるのは珍しかったな。で、プランニング的には、ここ食い火で、潰していきます。ここですね。で、形としては本当はこっちに進ませて、この面からディガーとホグライダー、をまとめて出してこう回していくっていうパターンだったんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、まあ、これちょっとね、予定外のことが起こってしまってリカバリーを、するような形になってますね。まずはタウンホール方面にアチャクイをしっかり進める。このカットもうまいですね。ベビドラの仕事がいいです。で、金庫、ウィズ島大工とこの施設を伝うように食い火を中に進めていって、防衛軍、それとタウンホールを狙っていくという形ですね。で、このパターンなんですけども、タウンホールがですね、おそらくこれ、食い火で落としたかったはずなんだよなって思うんですけど、こっちに釣られちゃうんですよね。大砲とアチャ島に。で、そこからのリカバリーが見事なんで見ててほしいなというふうに思います。はい。これで、こっちのね、弊社を切っていきますね。切っていって、ディガホグが、これタウンホールに向かうように誘導をかけていくんですけど、これね、タウンホールは壊すんだけど、その後行っちゃうの逆に。はい、こんな風に行っちゃいますね。で、こっちに行っちゃって、本当はね、クイーンがこう回っていったら欲しかったと思うんですよね。けど、そのままこっちの、三重方面に歩いて行っちゃったんで、ディガホグの出し方を調整します。こんな感じ。すごいよね、これ。十字方面からガーって出して、こう歩かしていく。で、外周はキングと投下兵舎で潰していくっていう、こういうルート設計をしていくんですね。この斜め歩きは、なかなかすげえなっていうふうに思いましたけどね、僕は。で、クイーンは外周を歩いていくと。まあ、外周を歩いちゃったクイーンで、なかなかね、その防衛を破壊するっていう点においては、仕事があんまりできないんですけども、まあ、でもやっぱりそのタウンホール12のディガホグは特にそうなんですけど、これ14でもそうなんですけどね。援軍とタウンホールを食い火で壊せてしまえさえすれば、もうそこから先はディガーとホグライダーでどうとでもなってしまうっていうところがね、あるんですよね。今回のこのパターンっていうのもまさにマリアさんもディガホグの力で押し切っちゃうような感じになってますね。クイヒーは外周回ってるんでマルチにヒーラーが焼かれちゃってという結構苦しい展開ではあるんですけど、ヒールに乗っかったもうディガーとホグライダーまずやられないので、タウンホール12においてはもうこいつらがほらこのディガーの数よ、この終盤においても生き残りまくっちゃって、もうこれはマルチまで止まんないという格好ですね。いや、強え。ほんと強え。マジでね、タウンホール12やっている方は、ディガホグおすすめですよ。とてつもなく破壊力があるので、こんな形で、多少の、ルート作りの不十分さがあったりしても、とにかく、タウンホールと、あと援軍さえ食い火で潰せちゃえば、そのままディガホグで押し切れちゃったりするし、なんなら、防衛援軍さえちゃんと処理できて、あと食い火が、
リガホグのそのルートをちゃんと作ってくれるように、こうね、中央に入って、まあ、この辺でこう暴れてくれるような格好ができさえすれば、タウンホールなんかはそのままリガホグでこうグワッと押し切ってね、行っちゃうみたいなことができてしまいますんで、非常にね、リカバリーもしやすいし、ワンチャン、土壇場のリカバリーでも成功するみたいなね、ダダッともう仕方ないからこれしかないみたいな感じでやっても成功しちゃったりするような、突破力を持ったね、戦術なので、特に今回、紹介したタウンホールをディガフで取るっていうパターン、これね、14の動画をよく見てる方はなかなかお目にかかんないんじゃないかと思うんですけども、まあ、12、13ならではというところでね、ぜひ、こういうパターンっていうのも試してみながら、ディガフの幅を、広げて楽しみながら使ってみてもらえたらいいなというふうに思います。はい、というところでですね、本日はタウンホール12、13のクイヒーディガホグ、特にタウンホールをクイヒーで取らないバージョンっていうね、タウンホール12、13ならではのパターンお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。こんな形でですね、私のチャンネルタウンホール12から14まで幅広くクラン対戦の解説系の動画扱っております。いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまたこれからもご視聴どうぞよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。